こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシックスウィングス、デインヒルダンサー、この馬も好スタートを切りました。グッドハウス前に行きそうです。シャープチケット、それに続いています。さらにはデインヒルダンサー、13番マーベラススイング、その後ろカリスマハイツ、後ろからになりそうです。それでは先頭からシャープチケット、先手を取りました。その外からマーベラススイング、その外にシェイクザヨーク、マウントウイング、そのうちに続いています。内からはデインヒルダンサー、並んで10番シックスウイングス、内からはシークレットハウス、その外からノースウォード、その外にカリスマハイツ、その外からファンシーコンダクト。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。ここでグッドハウス先頭に変わりました。グッドハウス後続を引き離す。スピンコンサート先頭に襲いかかってきました。3番手にトロットサンダー、絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はトロットサンダー、トロットサンダー先頭、残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。残り 100m、 トロットサンダー差を広げる。2番手はスピンコンサート、トロットサンダー今ゴールイン。段違いの強さです。トロットサンダー1着、2着はノースウォード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアロマチェイサー、クリス・ザ・ブレイブ、この馬も好スタートを切りました。ティー・オブ・ラック前に行きそうです。オフサイドトラップ、それに続いています。さらにはアロマチェイサー、5番ピルサドスキー、その後ろ後方に控えたのがクリムゾン・チャーリー。先頭に戻りましょう。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアロマチェイサー、オフサイドトラップ後位をキープ、その外からシンフォニーウィンザー、その隣にサンセットタイヤフェア、その横にフィルサドスキー、グランパドシアター、この馬もこのグループ、クリス・ザ・ブレイブ、そのうちに続いています。すぐ後ろにストロングキャッスル、黒の帽子、ケンタッキーカンプ、その後ろ、その外にインディアンカード。さあ先頭はキー・オブ・ラック、シンフォニー・ウィンザー、ほとんど差がありません。3番手にオフサイドトラップ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はシンフォニー・ウィンザー、シンフォニー・ウィンザー先頭、2番手はキー・オブ・ラック追いすがります。シンフォニー・ウィンザーいっぱいになった。シンフォニー・ウィンザー先頭、オフサイドトラップ先頭、残り 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。オフサイドトラップ先頭、アロマチェイサー迫る。オフサイドトラップもう一伸び、先頭はオフサイドトラップ1着でゴールイン。オフサイドトラップ1着、2着にはどうやらアロマチェイサー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オフサイドトラップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はストリートブルーム、あと 200m、 先頭はストリートブルーム、進行ウィンディー必死に追いすがります。アメージングレース追いすがります。ストリートブルーム先頭だ。ストリートブルーム、ストリートブルーム1着、2着にはどうやらアメージングレース見事に勝ちました。ストリートブルーム、河内シュール敗れました。これは掲示板までです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはクロスマジェスティ、あと 200m、 先頭はビッグシャルマン、残り 100m アドマイヤパレード、先頭プリンスストーリー、アドマイヤパレード追いすがります。プリンスストーリー、プリンスストーリー1着、2着にはどうやらアドマイヤパレード見事に勝ちました。プリンスストーリー、ファストフレンド敗れました。これは掲示板までです。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のサマーアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。オリーブイグリッド前に行きそうです。ホーネットピアス、それに続いています。さらにはスイートクレア、16番オレンジピール、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはポスターウォール、その外にホーネットピアス、メジロドーベル、後位をキープ、内からはオリーブイグリッド、アグネスメイト、すぐ後ろその外にアドマイヤフェイス、エトワールチャーム、そのうちに続いています。その外にオリヒメドリーム、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のメジロドーベル、現在先団に取り付いています。オレンジピール、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはポスターウォール、5番メジロドーベル、2番手を追走しています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からポスターウォール、先手を取りました。その外からオーネットピアス、その隣にオリーブイグリッド、好位置をキープしていますメジロドーベル、その外にオレンジピール、スイートクレア、そのうちに続いています。並んで9番エトワールチャーム、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてポスターウォール、オーネットピアス、ほとんど差がありません。オリーブイグリッド、3番手メジロドーベル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってメジロドーベル、メジロドーベル先頭、リードを広げにかかります。2番手はポスターウォール、懸命に追いすがります。あと 200m、 メジロドーベル先頭だ。メジロドーベル力強い伸び足、
後続はまだ後方です。2番手はサマース、メジロドーベル、独走、メジロドーベル、ぶっちぎりです。メジロドーベル、1着、2着は微妙です。メジロドーベル、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。